日日、本時間9月27日ドジャースは本拠地ドジャースタジアムでのパドレス3連戦の最終戦を迎え7回裏に一挙5点を奪って逆転勝利首位攻防3連戦を2勝1敗の勝ち越しで終え3年連続となる地区優勝を決めたドジャース3番手のアンソニー・バンダが打者4人をパーフェクトに抑える好リリーフで3勝目2敗をマーク パドレスは好投していた先発のジョー・マスグローブが7回裏に同点弾を浴び、2番手のタナースコットはドジャース打線の勢いを止められず6敗目、9勝、をきした。動画、ドジャースの大谷翔平が勝ち越しタイムリーを放つ、鮮やかな逆転勝利だった。5回表にルイス・アライズの内野ゴロの間に1点を先制されたドジャースは、6回表にザンダー・ボガーツの儀比で追加点を奪われ、 2点を追う展開に。打線は6回までマスグローブの前に無得点に終わった。しかし、7回裏先頭のマックス・マンシーが死球を選んで出塁すると、ウィル・スミスの20号ツーランで同点に。1死後、ヒットと打撃妨害で1、2塁のチャンスとなり、大谷翔平がライトへのタイムリーを放って勝ち越しに成功した。さらにムーキー・ベッツにも2点タイムリーが飛び出し、この回一挙5得点。 負傷交代したフレディ・フリーマンの状態は気になるところだが、8回裏にはアンディ・パフェスの12号ツーランでダメ押しし、本拠地のファンの前で3年連続の地区優勝を決めた。ドジャースの大谷は1番、DH でスタメン出場し、初回の第1打席はショートゴロ、3回裏の第2打席はファーストゴロで凡退。しかし、6回裏の第3打席でライトへヒットを放つと、 7回裏の第4打席ではこの試合の決勝点となるライトへのタイムリーを放った。得点圏では直近の11打数で10安打、打率909という驚異的な勝負強さを発揮。松井勇希と対戦した8回裏の第5打席はレフトへの2塁打を放ち、メジャー23年ぶりとなるシーズン400塁打を達成した。5打数3安打1打点でチームの勝利に貢献し、 今季の成績は打率点305、53本塁打、126打点、56盗塁、オプス1.030となっている。